こんにちは、ゆうやほるんです。兵庫の方からファンレターを送っていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃん。ゆうゆうほるん様、こんにちは、こんにちは。別に相談ではないんですけど、すいません。なんでホルンさんを知ったかというと、2年前、私が高校生の時に、人間関係でトラブってしまい、誰にも相談できませんでした。リスカでもして死んでやろうかと思いました。でもその時、YouTube で何気なくリスカを検索したら、ホルンさんの泣きたくなったらが出てきて、聞いて、すごく感動し、思いっきり泣いてしまいました。それから、心に乗っていた重りが取れた気がして、高校も無事卒業しました。そしてあれから嫌なことがあるたんびに泣きたくなったらを聞いています。これからもその素敵な歌声とご自身の経験から書かれている歌詞を一人でも多くの方の心に響きますように、ぜひ関西、過去兵庫に遊びに来てください。ありがとうございました。ということで。はい、ということで、別に相談じゃなくて全然大丈夫なんで、帰ってくれて嬉しいです。ありがとうございます。で、2年前、私が高校生の時に、人間関係でなんかこういろいろあったんですね。トラブってしまい。で、リスカでもして死んでやろうかと、思ったと。で、誰にも相談できなかったということなので、そのトラブルの中で、本当に、ね、何かこう、あって苦しみでいて、で、それをこう、誰にも言わず、一人で抱え込んで、苦しんでたんですよね。それ耐えてたんですよね。ね、その心に乗っていた重り、だきっとその心が、本当重くて、学校に、きっとその高校に通うのも、やっぱり行きたくないなとか、その人間関係で嫌だなとか、だけこういろんな思いが、こう、詰まってて、で、それをこう相談できなくてずっと一人で抱えてたんですよね。で、ね、YouTube で、こう何気なくリスカってこう、検索したんですね。で、この泣きたくなったら弾き語りのやつですね、多分ね。何気なく検索して、で、何気なく、その動画がこう表示されて、で、こう何気なく聞いてみたんですね。で、すごく感動して泣いてしまいましたということで。でね、その重りが取れた気がして、ここも無事卒業しましたってことでよかったです。で、その後嫌なことがあるたびに、聞いてくれてそうでありがとうございます。その高校の時のね、そのいろんなことであったりとか、その後のその嫌なことが、あるたびに聞いてくれてるってことなんで、少しでも、力になれてたらすごく嬉しいです。なんかね、嫌なこととかあった時はぜひ聞いてください。ちなみにですね、その兵庫県は人生で1回だけ行ったことがあります。その時は、イベントのなんか司会とちょっと歌いに行ったんですよ。で、その司会とかが終わった後、翌日その兵庫県で、どこだっけか、ちょっと地名がね、思い出せないんですけど、三宮か、一宮か、なんか、なんとかスパか、スパなんとかみたいなとこで、なんか結構くつろいで来た記憶がありますね。あと、神戸の、なんだっけな名前。神戸ですごい有名なお祭りかな？なんかイルミネーションがすごいやつ。ちょっと今は名前出てこないんですけど、すごい有名なやつですね。なんかカタカナの名前だった気がするな。それに参加しましたね。で、兵庫県には自分の知り合いの方も何人かいてですね。プロボクサーの方とか、あとはなんか教育系の方だとか、ぜひね、遊びに行きたいなと思います。8月には大阪とか、ちょっと帰りにちょっと京都に寄ってもしたんですけど、そうですね、また兵庫行きたいです。これからも頑張りたいと思います。ありがとうございます。で、励みになるお手紙ありがとうございます。ずっとこのお手紙大事にしますからね。はい、ということでおはようございます。書いてくださった通りですね、これからも一人でも多くの方に届けられるよう頑張っていきたいと思います。はい、で、またいつかですね、兵庫県にもぜひ遊びに行かせていただきますね。兵庫県にお邪魔させていただきますんで、はい、ということで、ゆうゆう本でした。バイバイ。ありがとう。チャンネル登録お願いします。